はい、皆さんこんにちは。亀の子あたしです。はい、この動画を収録しているのが2021年2月14日の明け方になります。はい、まあでもね、今回ですね、ちょっと動画に入る前に一つですね、ちょっと驚きのね、出来事があったのと、まあそれを踏まえまして、ちょっと皆さんにお知らせの方をしたいなと思いまして、ちょっと冒頭にね、お時間の方をいただけると嬉しいなと思います。はい、まあ何がね、あったかと言いますと、2021年2月13日の夜中のことでした。非常にね、大きな地震が東北地方の方であったんですよね。もうね、東日本大震災を彷彿とさせるようなね、非常に激しい揺れで、もう家の中がね、なんかめちゃくちゃになってるっていう方も非常に多いようなんですよね。でね、まだちょっとね、夜がね、明けきってないんでね、まあちょっと事の全貌が明らかになるのはもうちょい後なんじゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっとね、心配ですよね。でね、自分の動画をね、ご覧の方、まあおかげさまで最近結構増えてきたんですけど、被災地にね、住んでおられる方もいらっしゃるようです。で、なんとですね、自分の動画をね、見てる最中にちょっと怖い思いをね、された方もいらっしゃるようでね、ちょっと心配なんですけどね。はい、まあ皆さんね、どんな感じでね、自分の動画たどり着いてるかちょっとわかんないです。もしかするとある方はまあ携帯電話、ある方はパソコンを使ってられるかもしれないんですけど、まあやっぱね、震災の時はね、その通信機器っていうのは非常に大事になってきます。まあとりわけね、携帯電話に関してはね、はい、もう本当にライフラインをね、まあ、保つ非常に重要なキーアイテムになると思うんで、まあ、それのね、充電とかもね、はい、まあ、いざ言うときはちょっとね、停電とかでなかなかできないっていうこともね、あったりとかもするんで、はい、ぜひですね、まあ、今回の動画、まあ、いっぱいみんなにね、見てほしいっていう思いはあったりするんですけど、被災地の方はですね、もうちょっとね、いつでもね、これ収録なんでね、後でも見ることができるんで、今はですね、身の安全をぜひ、最優先にしていただいてね、はい、まあ、セーブしていただけると嬉しいなと思います。あとはですね、まあ、文房具をね、通してこういうふうにつながったね、まあ、せっかくの縁だったりもしますしね、まあ、自分今回関西でまあね、揺れの方は大丈夫だったりしたんですけど、ちょっとね、文房具の方を握りしめながらですね、まあ、皆さんの無事と安全をですね、お祈りしたいなと思います。でね、まあ、震災、まあ、結構ね、いろいろタイプがあります。で、地震ってね、まあ、1回で終わったらいいんですけど、はい、その後もね、なんかこれが余震だった、本震だったとかいう感じだったり、あとは土砂崩れとかですね、まあ、二次災害とかもね、今後、もしかすると予想されるかもしれないんでね、まあ、くれぐれもですね、油断しないようにですね、はい、まあ、していただけると嬉しいなと思います。あとは自分もね、結構高頻度で動画の方、まあ、撮り続けてるんですけど、まあ、いざね、自分も、もう何が起こるかわかんないです。もう、日本全国ね、揺れたりとかもしてるんでね、まあ、自分もし、そういうふうな時になった時にね、まあ、急に、更新が止まることも、今後もしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、その際はですね、お許しいただけると嬉しいなと思います。はい、というような感じでですね、ちょっと冒頭にいろいろ話したんですけど、今からちょっと気持ちを切り替えましてね、まあ、今回の話をしたいなと思います。ぜひですね、最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい。ということでね、なんかね、冒頭にね、いろいろ話してるとね、もうちょっと手に汗かいてきましたしね、なんか口の中もね、ちょっと乾いてきた感じなんですけど、今回のね、話はですね、ちょっとですね、飲み物のね、出すところからちょっとスタートしていく話にしたいなと思います。はい。ということでですね、じゃあ冒頭にね、ちょっと出したい、ドリンクがこちらになります。じゃあ、はい、こちらなんですよね。はい、まあ、今回ですね、この飲み物を紹介する、まあ、話ではないんですけど、はい、まあ、ちょっとね、これ関連のね、話になってきます。はい、これはね、何かと言いますと、スターバックスさんのね、これ、抹茶ラテマキアートっていうやつになります。まあ、これコンビニとかでもね、買うことができるやつなんですけど、はい、皆さんどうですかね、抹茶ミルク好きですかね。はい、まあ、個人的にはね、このスタバのやつ非常に大好きで、まあ、そうですね、スタバの、お店行った時にもですね、抹茶フラペチーノとか大好きで頼んだりします。はい、で今回ですね、なんとね、このカラーリングにね、似た感じ、まあ、これを彷彿させるようなね、まあ、かいらしいペンが出たんで、まあ、それについて紹介したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい。まあ、こちらなんですよね。はい。ペンテルさんからね、出されてるタフっていうやつの限定色になります。はい。まあ、これね、結構歴史が長いペンでして、まあ、20年前ぐらいですね。はい。2001年頃から発売されてるみたいです。はい。でもね、これタフってね、これ名前的にもなんかすごく力強いイメージがありますよね。で、これね、定番のカラーに関しては結構ね、有名なのがこちらのカラーリングのやつになります。じゃあ、はい、この黒いやつなんですよね。
はい。まあ、こうなってくると、あ、タフっていうイメージがあって、あの、力強いなっていう感じがあります。はい。まあ、実はこれね、隠れ名作みたいな感じですね。はい。そんなに、まあ、すごく、あの、人気はものすごく爆発的にあるわけではないんですけど、昔からね、根強く残っててですね、まあ、目立った欠点があんまりなかったりするんで、結構、あの、まあ、シャーペン界隈でも玄人受けするっていうのは、まあ、こういうようなシャーペンとして知られてるやつなんですよね。まあ、これにね、今回こんな感じの、あの、ライトなね、カラーリングのやつが出たっていうのは、ちょっとね、まあ、新鮮だったり、衝撃でした。ただですね、ちょっとですね、個人的に今回気になったのが、まあ、このペン自体はいいと思うんですよね。まあ、こういうふうなアプローチも新鮮味があって良かったんですけど、ただその先ですね、これをどう売り込むかっていうところの、そこのところにね、ちょっと個人的に、うん、ちょっといろいろ感じるところがあったりしたんで、まあ、その辺をね、ちょっと後半に紹介していきたいなと思います。じゃあですね、あの、今回ね、これが売られてた重機の方をね、出したいなと思います。はい、それがこちらになります。こちらなんですよね。はい。まあ、こんな感じの重機で売られてました。まあ、左側のこの3つに関しては、まあ、今回新しく出た、この緑色の、はい。なんかちょっと抹茶ミルクを個人的には彷彿としたんですけど、はい。まあ、すごいグリーンなやつと、あとは、今回買った真ん中のやつですね。ちょっとアイボリー。はい。ちょっとあの、白色なんですけど、ちょっとベージュ的な色合いのやつですね。あとはちょっと灰色のやつ。はい。まあ、こんな3つが出た感じになります。で、従来のね、定番のやつがこの黒いやつなんですよね。はい。まあ、金、銀、銅になってるんですけど、これ、神経が 0.5、0.7、0.9 となっております。まあ、一方ですね、今回のやつに関してはこれ 0.5 同士みたいな感じです。でね、実はですね、もう一本ですね、定番のやつが実はある感じなんですよね。はい。まあ、それがですね、あの、濃いブルーのダークブルーっていうやつの 0.5 ミリがあるんですけど、なんかね、それがちょっと今回省かれてるのが、そこがね、ちょっと個人的には、まあ、ファンとしては気になったところですね。はい。まあ、でもまあ、この3つがこういうふうにぶら下がってる感じで、まあ、下のところはですね、これ、会心が、あ、替えの消しゴムと会心がこういうふうに来てる感じです。まあ、会心に関してはね、まあ、あの、アインシュタイン心ですね。はい。まあ、これが刺さってる感じです。で、まあ、こんな感じでですね。まあ、シーツのペンがこういうふうに刺さってる感じで。まあ、全体的に、まあ、重機のデザインを見てみると、これ壁がですね、これなんか白い壁にツタンみたいな感じ。はい。これなんかちょっとシャビーシックさを感じるような、なんかそういうふうなアプローチでやってます。で、上のところもね、ちょっとこれ都会の街並みが、まあ、ついてるものの、なんとなくこの青空と淡いようなイメージでね、ちょっとカントリー的なというか、なんかちょっと自然的な、なんかそういうようなイメージを押し出すような感じの、まあ、うん、綺麗に、まあ、デザイン的にはまとめてるかなと思うんですよね。はい、思います。まあ、こっから先がね、ちょっと実はちょっと気になったところなんでね、まあ、後でまた紹介していきたいなと思います。はい。じゃあ先にですね、ちょっとペンとね、あの、まあ、パッケージとかその辺のところについて見ていきたいなと思います。はい。まあ、今回はこんな感じです。で、ちなみにですね、自分これとね、0.5 のやつと 0.9 のやつを持ってます。で、0.9 の方のね、ちょっとパッケージの方偶然あの、残してたんで、それを出したいなと思います。こちらなんですよね。はい。先ほどちょっと写真の方でも写ってたやつなんですけど、はい。まあ、ちょっとね、これデザイン的にあの、まあ、工夫のところを見てみると、ここですね。はい。これタフってこっちか、黒い方が力強さを感じますよね。まあ、力強さを感じる、これあの、フォントの工夫なんですけど、はい。こっちか、ほんと太いですよね。はい。太い方がなんかより力強さみたいなのを感じる。これデザインのテクニックですね。まあ、これを使っている感じです。まあ、今回これを細くしていることによってね、あえてあの、まあ、そういうふうなイメージをちょっと和らげるような感じでね、やってるんで、まあ、これデザイン的な工夫がちょっと見られるかなという感じがします。で、今回まあ結構書いてあることに関しては一緒なんですけど、まあ、ここのところがまあ限定なんでリミテッドになってる感じです。まあ、色合いに関してはね、ちょっとこれ薄くしてますね。はい。まあ、これ色の濃さっていうのも、これも力強さに関係するところなんですけど、まあ、その辺を気にしてか、後ろのところもこういう風に淡い感じになってます。ただまあ欠点としてはね、ちょっとあの見にくいっていうところがねあったりする感じですね。まあ、でもあの書いてることに関してはもうほとんど変わらない感じですね。はい。で、まあ、上のところ見てみるんですけど、これ、値段ですね。はい。まあ、値段は350円で、これ、あの、定番のやつと限定のやつ、あの、値段の差はないです。はい。まあ、今回、値段の差がないっていう感じで、まあ、公式から出てる限定になります。で、消しゴムに関してなんですけど、今回のね、この消しゴム、後で見るんですけど、結構ね、長い消しゴム、回転繰り出し式のやつがついてるというのが特徴になります。まあ、替えの消しゴムについてもね、こんな感じで売られてます。はい。で、まあ、中のところの芯は、こんな感じで上をスポット抜くことによって変えることができます。あ、ここのところがなんかちょっと違うことが書いてあるかな。はい。あ、でもなんか結構よく似たことではありますね。はい。で、まあ、ご注意のこととかもまあ書いてあって、まあ、素材のことも書いてあるんですけど、そうですね。はい。まあ、素材もそんなに対して、あ、まあ、変わってないですね。はい。まあ、変わってない感じになります。はい。で、まあ、下のところも、まあ、こんな感じです。はい。まあ、パッケージに関してはね、まあ、こんな感じなんですけど、じゃあ、ちょっと中身の方をね、取り出して、より、あの、特徴の方を見ていきたいなと思います。
まあ、さっき見た感じでね、ここの穴のところに吊るされて売られてた感じなんですけど、はい、中身を取り出してみると、まあ、比べてみるとこんな感じですね。はい、もう形に関してもね、もう変わりがないです。はい、まあ、特別仕様になっているわけでもなさそうですね。で、ちょっとね、あの上の方をちょっと見ていくんですけど、はい、まあ、消しゴムに関してはこんな感じです。はい、まあ、色に関しても一緒かな。はい、まあ、こんな感じで回転食い出し式のやつになってます。で、このタフの特徴なんですけど、結構ね、こういう風にすごくね、長い消しゴムがね、こういう風についてます。まあ、結構ね、テストの時とかにね、まあ、消しゴム忘れた時とかでもね、結構安心ですよね。はい。で、まあ、先っぽのところをこういう風にポンって取ると、まあ、こんな形状してまして、まあ、替えの消しゴムが、はい、先ほどの重機のように、まあ、売られてる感じになってます。はい。で、まあ、こういう風に回転、こういう風に戻していくと、こういう風に引っ込むっていう感じですね。で、この縁の色がね、今回これ、濃い緑に、まあ、この色に関してはなってます。で、クリップに関してはね、これしっかりしたね、これ、はい。まあ、金属のね、クリップが使われてて、この丸がね、3つついてるの。これがなんか特徴的ですよね。はい。で、まあ、このロゴに関しては今回この緑のやつでこういう風に書かれてる感じになります。で、ここのところをこういう風に撮ってみると、ここが濃い色になってるんで、まあ、こことちょっと連動してる感じかな。はい。まあ、複数個持ってるとね、まあ、これは付け替える楽しみとかがありますよね。はい。まあ、例えばこんな感じかな。あんまりこれはちょっと色が合わないですよね。あ、これ付け替えるんだったら、これ緑の濃いやつ買っててもよかったかな。はい。なんかそんな気もちょっとしたりしますね。はい。まあ、こんな感じになってます。はい。まあ、これある意味ですね、これ上のキャップですね。キャップがむちゃくちゃでかいシャーペンと思っていただいてもいいかもです。まあ、これだけでもこうやって機能する感じなんですよね。はい。まあ、こういうふうな、まあ、シャーペンになってるという感じになります。で、まあ、ここの、さっきのとこから、ま、芯を補充してあげるっていう風な感じですね。はい。でね、これね、まあ、ちょっと、まあ、先に触れようかな。はい。ここですね。ここなんかちょっとすごく気になりませんか？これ。ここのところになんとね、溝が入ってるんですよね。はい。これですね、ちょっとね、自分 0.9 ミリのやつ、これ、タフのやつ持ってるんですけど、ここの部分をね、入れ替えたやつをね、ちょっと出したいなと思います。はい。それがこちらになります。じゃあ、いかがですかね、これ。こっちの方がね、なんか自然な見た目をしてますよね。はい。ここのね、先っぽの筋が、はい。いかがですこれ、皆さん。どっちの方がこれ自然に見えます？はい。こっちの方がね、こう見ると、あ、自然だなって思うんですけど、これ逆になってるんですよね。ね、今回出たやつもこれ、入れ替えてないんですけど、こっち側に筋が入ってるやつです。はい。タフってね、これ不思議なところなんですけど、上のところにこうやって筋が入ってて、こっちの方がね、より膨らんでる感じなんですよね。はい。これ何のためだろうっていうのがね、非常に気になるところです。まあ、結局ね、まあ、その答えは出てなかったりはするんですけど、個人的にですね、実はこのタフのね、動画、まあ、ちょっと今はね、まあ、表にね、動画が出てない感じなんですけど、実は文房具系 YouTuber のね、非常に昔からいる方でね、人気の方でね、セレブさんっていう方がいらっしゃいます。まあ、下のところのね、概要欄にね、まあ、その方のね、チャンネル貼っておくんで、皆さん、いいねとかチャンネル登録ね、してあげてください。今、登録者数なんと4000人いる方なんですけど、昔ですね、このタフのね、ノックの仕方みたいなのをね、はい、動画にされてたりしてたんですけど、まあ、このね、タフのね、ノックの仕方でちょっと面白い方法があるんですよね。これ上からこういう風に、まあ、ノックして、芯を出す。まあ、これは普通のノック式の、まあ、シャーペンなんですけど、これもう一個ですね、この形状的にですね、これ人差し指と中指でこういう風に挟んで、上をちょっと押さえるような感じで、こういう風にしてノックすることがなんとできるんですよね。これ結構テストとかでガーって書いてて、こういう風にノックするみたいな感じで、こういう風に結構時短でね、しかもかっこよくね、こういう風にノックすることができるっていう、まあこういう風なね、方法を紹介されてました。かっこいいですよね、これ。はい。まあね、こういう風なね、やり方もあるよっていう風なやつで、こうするときに、ここうまいことこれ引っかかったりとか、いい感じになったりするんですよね。なんかね、このノックを意識したようななんか設計になってるんじゃないかなって個人的にもね、ちょっと思ったりする、なんかこのタフのこのグリップのデザインです。これね、このことについてね、触れてほしいんですけど、なんかね、公式なんか触れてないんでね、もしかすると想定してないかもしれないですけど、個人的にはね、ちょっと普通じゃないことをしている感じかなと思ったりもします。でね、先っぽの口金に関してはこんな感じです。
結構長めにスーッと着てて、先っぽがこういう風な感じで、まあ、4ミリはないんですけど、まあ、ガイドパイプがこういう風に細めのやつになってます。まあ、固定式のやつです。まあ、でも結構ね、いい感じですよね。350円にしたら結構面白いスペックになってると思います。じゃあちょっとね、紙の方を出してみましてね、まあ、重さとか重心の方を確認したいなと思います。まずは視認性ですね。はい、結構いい感じだと思います。手元はやっぱりここは長いんでね、見やすいですし、先っぽの先端が、はい、こういう風にガイドパイプがついてるんで、まあ、定規とかに当ててスッて引くときでも結構引きやすいんじゃないかなと思います。で、重心の方なんですけど、重心はね、まあ、あまり低重心じゃないんですよね。はい、まあ、ちょっと真ん中ぐらいかな。はい、まあ、真ん中あたりにある感じです。でもね、ペン自体がそんなにすごく重いわけではないんで、持った時に非常に後ろに持っていかれるとか、まあ、そういうことはなかったりもします。じゃあちょっとね、この、はかりの方出してみますね。はい、ちょっと重さの方を計測したいなと思います。はい、じゃあちょっとね、重さの方を測ってみるんですけど、重さはね、まあ 14.4 ぐらいですね。まあちょっとスマッシュよりかは重いかなっていう感じなんですけど、そんなに目立って重たいペンとかではなかったりもします。はい、しかもね、こんな感じで、黒に対してこういうふうにちょっと貝らしいような色合いが出たりしたんでね、これメッシュペンポーチとかにも合うかもしれないですし、結構ね、女性の方でもね、タフのことをまあ知らなかったよ、今まで言ってなかったよという方もね、ぜひこれ言っていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。というようなね、まあやつがまあ大体の特徴になりますね。はい。でね、ちなみにですね、今回これ 0.5 ミリなんですけど、0.5 ミリに関しては B のね、芯が初期で入ってる感じになります。で、まあ、これ 0.9 ミリとかですね、黒のやつに関しては 0.7 ミリとかがあったりします。0.7、0.9 に関しては 2B の芯がね、初期で搭載されてるっていう感じになってます。はい。じゃあですね、あとはですね、まあそうですね、これのちょっとね、気になったところですね、今からちょっと紹介していきたいなと思います。はい、もう個人的にはですね、これ、はい、まあね、なんか今回のやつね、なんか地球をどうのこうのとか、なんか、アースカラーがどうのこうのとかってなんかね、カラーリングのことを書いてあったりしたんですけど、個人的にはそれどうかなっていうのもあります。もう素直にですね、アースカラーというよりも、なんかこういうような抹茶ミルクとかですね、なんかよもぎ餅とかですね、なんかそんな感じをちょっと彷彿するよっていう感じで言った方が、より、まあ、親近感あったんじゃないかなっていうのが、まあ、一点ですね。はい、あとはですね、これ、まあ、重機とかも綺麗にしてましたよね。そんで、このペン自体見ても、まあ、確かにちょっと、まあ、好みはあるかもですけど、まあ、ちょっと可愛らしいカラーのが出たっていうところはあるんですけど、これをね、売り込むとき、はい、SNS とかでいざ宣伝するとき、この方法がね、ちょっと個人的にね、ってちょっと気になったところがあるんですよね。はい、まあ、それがですね、これ、消しゴムをすごくね、売りにしてたんですよね。まあ、ここのところにすごく長いこういう風な消しゴムがついてる。確かにね、これ魅力的な点なんですけど、これが果たして最強かと言われると、ちょっと個人的にね、微妙なとこがあるんですよね。はい、まあ、最強の場合はかなりバーンって打たってもいいと思うんですけど、実はですね、これ、後ろの消しゴム、結構長いんがついてて、これをガシガシ使えるよってことを押し出すには、非常に強力なライバルが実はいるんですよね。はい、まあ、それが何になるかと言いますと、はい、こちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、まあ、これ何になるかというと、これかなりちょっと黄色で、すごい奇抜なカラーでちょっと申し訳ないんですけど、はい、これですね。はい、まあ、自分黄色が大好きなんであれなんですけど、はい、これ三菱鉛筆さんが出している、はい、モノグラフっていうやつになるんですよね。はい、このモノのマーク、はい、これ皆さん、はい、これご存知の方多いですよね。はい、トンボ鉛筆のモノの消しゴムと言ったらもうこちらですよね。じゃあ、はい、まあ、こちら、まあ、これは知らない方の方が逆に少ないんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、これよく消える消しゴムでもう昔から有名ですよね。はい、このイメージがもうここにボーンってこういう風にペンとして落とされてるんですよね。で、このペンなんですけど、これ後ろのところに同じく回転繰り出しのこういう風な消しゴム長いやつがついてるんですよね。はい、まあ、これがね、発売になった当初、これ発売になったのが実は2001年なんですよね。で、今年2021年なんで、まあ一応20周年ではあるんですけど、はい、まあ、その当時はね、これなかったです。はい、でもですね、まあ、これが出てきてしまって、今となってはやっぱりこのモノっていうこのブランドイメージが強かったりするんで、うん、消しゴムに関してはやっぱりこっちの方がなんかちょっと強いかなというイメージが個人的にはあったりもします。はい、でその中でですね、さらにね、この消しゴムが長くてこれをがっしり使えるみたいなことを、はい、同社がね、今シャーペン研究部みたいな感じでいろいろノートの方でいろいろ紹介してるんですけど、これの検証とかバーってする上で同社のペンとちょっと比較しちゃってる部分があるんですよね。はい、それがこちらになります。は
はい。まあ、これがね、先日発売になった、これ、スマッシュワークスなんですよね。まあ、ここの後ろの消しゴムとどっちが消えるかな、みたいな勝負みたいなのをしたりしてます。まあね、その時にね、まあ、明らかにね、こっちの方が消しゴムがでかいんで、はい、こっちの方がよく消えたりとかね、やっぱり消せる数が違ったりするんですけど、ちょっとね、自分の商品を落とすような感じでして、さらにそういうような比較をして、こっちを売り出そうとしてるんですけど、ちょっとそれでやるよりかは、むしろ個人的にはもう色的に今回はね、はい、まあ、消しゴムというアプローチよりも、なんかこんな抹茶、はい、なんかこんなカラーみたいなに似てるよね、みたいな感じのアプローチでいく方が個人的には、今回のやつ良かったんじゃないかなと思います。しかもですね、このモノグラフ、はい、これこの後ですね、むちゃくちゃ大成功してる例があるんですよね。はい、このペンもですね、まあだいぶ発売、まあ、前になるんですけど、そこからですね、まあいろいろ、まあ安定してきて、まあ低迷してきたかちょっとわかんないですけど、ちょっとね、最近テコ入れして、さらにすごく大成功した例があるんですよね。はい、まあそれが何になるかというと、こちらになります。こちらなんですよね。はい、スモーキーカラーのね、やつ。これ、むちゃくちゃね、ヒットしたんですよね。はい、まあ、当時のトレンドカラーのね、このスモーキーカラーみたいなのをボーンって歌って、これむちゃくちゃ飛ぶように売れました。仕様に関しては全然変わりがないんですよね。まあ、今回みたいに色違いにしたようなだけのやつなんですけど、これ色違いのかなりこれ歴史的に残るんじゃないかなっていうぐらい大成功例じゃないかなと思います。はい。でですね、今回のね、これもですね、ぜひそのアプローチで行ってほしかったなっていうのがね、非常にあるんですよね。というのもですね、今回のこれ、はい、ちょっとね、メーカーさんさらに特殊な位置づけで今回のやつこれ宣伝してるんですよね。はい、まあそれが何になるかというと、実はですね、これとあるやつの60周年の第4弾としてね、出されてるんですよね。はい、まあそれが何になるかと言いますと、はい、こちらになります。じゃん。はい、まあ、ペンテルさん昔からね、シャーペン作られてて、まあ、写真も出されてるんですけど、はい、これ結構昔のやつです。はい、これハイポリマーシンっていうやつなんですよね。はい、まあ、こんなひし形みたいな感じのやつに入ったやつで、まあ、結構こんな感じの色で売られてたやつです。まあ、もっと濃いような茶色だったりもしたんですけど、なんせ茶色系の色で昔から出されてるやつだったんですよね。はい。じゃあ、この茶色とですね、この抹茶の親和性、はい、この抹茶ラテとかも、これちょっと茶色の色も含んでるんですけど、ここに絡めて欲しかったなっていうのがね、すごいあるんですよね。で、このね、60周年っていうのが、実はですね、これ、あれなんですよね、2020年に、はい、21じゃないですよ、2020年にノック式シャーペンと合成樹脂を配合したシャーペン改新、まあ、これのことですね、はい、ハイポリマーシンの発売60周年を記念しての、まあ、いろいろリリースだったんですよね。まあ、その第1弾が何かというと、こちらだったんですよね。はい、まあ、ピアニシモというサイドノックのやつを、まあ、現代版のアレンジした色にした、はい、これも、まあ、形は、ちょっと仕様が若干ちょっと変わってはいるんですけど、はい、まあ、こういうふうな感じで、まあ、色をこういうふうに変えるようなアプローチこれいった感じです。まあ、これもね、まあ、実は樹脂着にちょっと変わってるところがあって、まあ、個人的にはあれなんですけど、はい、まあ、まだちょっと成功した方かなと思います。まあ、特にこの色、なんか夢かわなね、ユニコーンちゃんみたいなカラーリングで、まあ、個人的には良かったなと思います。まあ、これが第1弾でした。で、第2弾がこちらだったんですよね。はい、オレンズネロの0号。はい、まあ、自分の動画の視聴者層の方は、おそらくこの0号、はい、すごく刺さったと思いますし、これ買ったよという方もいらっしゃると思います。はい、まあ、これもね、まあ、成功だったと思うんですよね。ただですね、こっからですね、はい、年がですね、2020年ここで終わっちゃってね、2021年になってもなぜかね、この60周年を引きずる感じになったんですよね。はい。でね、まあ、次出てきたのがこれだったんですね。これが第3弾でね、スマッシュワークス、はい、出た感じになります。まあ、先ほどこの、ブルーのやつ出したんですけど、はい、まあ、他の色も、ま、確かに、ま、魅力的な、まあ、特に黒のやつはね、ロゴが彫られてて、ま、良かったと思うんですけど、これ2021年になっても60周年のやつ続けるのはちょっとどうかなとかね、ちょっと個人的にはその辺引っかかったんですよね。で、これが第3弾でした、一応。で、第4弾として出てきたのが今回のこれだったんですけど、っていうところもちょっとあったりするんですよね。で、その上消しゴムをすごく歌ってて、まあ、自分の同社の商品とも比較してちょっとね、なんか下げちゃうようなところもあったりとかもするんでね、それだとね、やっぱりこのね、ラテ感とかでね、この辺合わせてくれる方がね、まあ良かったんじゃないかなと思ったりもします。まあただですね、まあこれ、まあこんな感じで黒のやつがこういう風にね、買い出し色合いになってですね、はい、まあ女性の方もちょっと入りやすくなって、新たなターゲット層をつかみに行くというような、そういう風なね、アプローチは良かったなと思います。まあ自分もね、この前の時、これ実は前に自分動画の方でも紹介してるんですよね。まあタフっていう風な、こういう風な、すごい力強いワードもありますし、こんな黒いやつだったりもしたんで、自分は前の時はですね、こんな感じで黒い、
サムネイルでこういう風に出しました。まあ、同社のスマッシュがですね、結構あのバイク的なイメージもありますし、タフっていう、あの、まあ、あれですね、キーワードが結構被ってたりもしたんで、まあ、ちょっとバイクをこういう風に持ってきたような、こんなサムネ作ったんですけど、はい、そうですね、まあ、ちょっともうちょっとね、なんかちょっとやり方、やった方が良かったんじゃないかなって、個人的には思う次第です。じゃあ、ちょっとね、他の重機の方、大きいやつをお見せして、まあ、ちょっとこれで今回の動画は終わりにしたいなと思います。はい、じゃあですね、まあ、重機がですね、まあ、先ほどこういう風な感じでお見せしました。まあ、好きなね、カラーリング、まあ、買っていただいてもいいと思います。じゃあ、ちょっとね、これを、拡大したやつ出します。はい、まあ、上のところはこんな感じになってました。はい、新しくタフに生きるみたいな、はい、こんな感じでタフ、はい、まあ、力強さですね。今ちょっとコロナウイルスの影響でね、まあ、みんな落ち込んだりしてるんで、まあ、そこに元気づけたいというイメージもあったんですかね、はい、あ、思いもあったんですかね、なんかそういうような感じで、まあ、こういうふうに書かれてます。はい、で、まあ、下の方はですね、まあ、こんな感じになってます。はい、まあ、より拡大すると、やっぱり消しゴムをちょっと歌ってる感じがしますね。あとは、ここ書いてあるのが、これ、芯のことですかね。この、アインシュタイン芯を置いてるんですけど、個人的にはね、ここのところにね、はい、なんかこれをなんか復刻したような、なんか、やつを、せっかくなんでね、60周年もあったりしたんで、それやったら置いてほしかったな、みたいな思いはあったりしますね。はい。で、あとはですね、はい、まあ、タフのやつ、これ拡大してみると、こんなやつです。まあ、自分は真ん中のやつ買いました。で、こんな灰色でね、黄色のこんなロゴみたいになったやつも、こういうのも出てます。で、これちょっとね、見にくいんですけど、グリーンのやつはですね、濃いグリーンがここのところに乗ってる感じで、まあ、グリーンのやつはこんな感じです。ちょっと照明光がね、オレンジなんで、ちょっとそれ受けてますけど、まあ、こんな感じで、拡大したやつはなってます。まあ、消しゴムに関してはこんな感じですね。はい。まあ、参考入りのやつでこういう風に売られてます。まあ、値段に関してもそんなに高くないです。はい。まあ、ガシガシね、これ使っていただいて、まあ、変えていただけるといいんじゃないかなと思います。これに関しては定番なんでね、安心っていう感じです。はい。というような感じですね。まあ、いろいろ喋ったんですけどね、まあ、今回、こんな感じの、まあ、抹茶ミルク的なね、カラーリングのやつが出たんで、ぜひですね、まあ、これ数量限定、お早めに、確保していただけると、気になる方はね、いいんじゃないかなと思います。はい。というような感じですね、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方は、ぜひ、グッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。Bye.